動かすアクションで動かす。ここにジャッカルがいる。そうなのかな。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、佐田慎介さん。どうも、佐田です。よろしくお願いします。佐田さん、今回なんですけども、こちらに、おーおー、ちょっとついているこれね、ここにもあるんですけれども、ワイヤレスエフェクトコントローラーディメンショントリッパーという、ディメンショントリッパー、なんとあのカシオさんに来ておりまして、カシオっていう形で、まあ、冠をこう飾ってるわけではないんですけれども、実はカシオの開発部の中の皆さんが有志で集まって作っておられるそうなんですよ。すごい熱量が。そうなんですよ。カシオといえばね、ここにもこうギターとかそちらにも ねありますけど、もうなんかこうファンの、カシオファンの方にはカシオ製品でなんか出たらいいのになって思っておられた方、お待たせしましたというか、このストラップの動かすアクションでエフェクターをオンオフしたり、エクスプレッションペダル操作みたいなことができちゃう。これを動かすことにより、はい、動かすってなりますよね。じゃあ実際にやってみようかなと思うんですけども、立っていただいて、まあ、座ってでもできるんですけど、立っていただいた方が、ね、はい、例えば、ほうほう、ワウペダルってあるじゃないですか、はい、普段ワウといえば、うん、足で踏みますよね。そうですね。そのワウペダルのこのエクスプレッション操作、うん、まあ、ここにね、ボスの GT1000 があるんですけども、はい、ワウペダルのこのカーブにリンクするように設定してあるんですよ、これがそう、引っ張るとこのここを、はい、そう、伸びるんですよ。はかりみたいな感じですね。こういうことですね。自分のストラップをちょっと短めに、ね、うん、あの設定しておいて、ね、そこにね、こう追加でつけるような感じになってるんですけども、いつの間にじゃあちょっと待ってあ、こういうのが、はい、どうですか、やってみて。感情が直結する感じです、ね、パフォーマンスがこう、ああ、感情がそのまま直結するっていう、はいはいはい、なかなか今までって何をやるにも動けないじゃないですか、場所から、あの場所から動けない、基地から、うん、でもこれはで、まあ、今回これはエクスプレッション操作の例なんですけども、この後ちょっとオンオフ操作みたいなのもあるので、ここでオンオフみたいなこともできるので、ちょっとじゃあいろいろやってみましょうか。やってみましょうか、うん。こちらのディメンショントリッパーはこのトランスミッターとこっちのレシーバーでワンセットになってるんですけども、足元の機器では何ができるかというと、いろいろ設定できるんですけども、まず一番上にこうつまみがあって、これミニマムレベルっていうのかな、まあ、こう0にすると0100を行き来して、マックスまで開けていくと80ぐらいまで上がるので、80と100の間を行き来するみたいな感じでミニマム値を設定できたり、 TRS っていうところはまあちょっと難しいんですけども、いろんなタイプ の1だとチップのところで反応して、2だとリングで反応するだとか、どんな機器とも組み合わせられるようなスイッチがついていたり、うん、上から2つ目はペダルとスイッチの切り替え、これね一番使うかなと思うんですけども、うん、スイッチモードにするとオンオフを切り替えるようなモードになります。その次がですね、モーメンタリーとラッチを切り替えられるので、スイッチの時にモーメンタリーってやるとこうやってる時は4になる。なるほど。でラッチにするとラッチタイプになるんで、こうカチャってるとソロの音、もう一回カチャってるとオフになるみたいな、スイッチ的な、スイッチ的な、これもちょっと後でやってみましょう。一番下は曲線ですね、もう切り替えできるので、もうこれ逆にすると常にマックスの状態で、引っ張るとゼロになるっていう。そっかそっか、逆になるってことですね。はい。そしてこっちのトランスミッター側の説明もしますと、はい、初めはね、こう電源が切れた状態から、まあ当然スタートしますけれども、うん、電源をこう押すとつきます。電源を入れるとつきますよね。この状態だとまだペアリングされてないので、うん、こちらのスクロールボタンを長押しすると、はい、こういう感じで点滅、緑と青にこう点滅している状態がこのペアリング待機中なので、こっちでこのペアリングボタンを押します。はい、こちらでペアリング完了でございます。簡単、一瞬そうで、これでできるのと、あとはここを回すとね、引っ張る軽さがこう切り替えられるっていうことと、うんうん、もう一個素敵な機能があって、キャリブレーション機能っていうのがあるんですよ。ほうほう。要はこのどんくらい引っ張った時のマックスにしたいんだっていうのとかを設定できるので、ちょっともう一回立っていただいていいですか。緑の点滅状態がこれミニマム位置を教えてくれと。なるほど。どの辺、まあ、これでいいですかね。ここに設定、ここ、は
はい、はい、次ブルーになった、これマックス位置を教えてくれと言っております。マックスこの辺ですね。その辺、オッケーオッケー。はい、はい、これだけ簡単。これで引っ張ってもらうと、はい、自分のお好みのなるほどマックスが、これはいい。じゃあちょっと何系いきます。なんかまた何台を投げつけてみようかな。ピッチピッチ、あのワーミー的なやつです。あ、これで踏み込みだ、はいはい、なるほど。あ、でもなんかこう感情と直結させるなら、はいはいはい、上げた時に音を上げた逆、うん、あ、できますよ。曲線逆すると逆になるんで。なるほど。おお、さっきまでは非常に難しいことやってたので、もうちょっとシンプルな感じで、ここでエフェクトのオンオフっていうのをやってみようかなと思いまして、今引っ張ってる時だけディレイがオンになります。はい、はい、なるほど。おオフ、うん、おお、これだけだとこういう風に引っ張ってる時はエフェクトかけたい時はいいんですけれどもラッチでこうカチャってやってオンにしたいですよね。そうですね。そういう時はこれをラッチにするだけ、カチッってやると、これで一回こうカチャってやってもらっていいですよ。おお、これでもうオンになりっぱ。カチャってワンアクションでフットスイッチを踏むのと同じです、ね、なるほど。それをここでできると、はい、おお、これはいい、いいですね。だからギターソロとかの時に前に出てって今からソロ弾くぜっ ってカチャってやっちゃえば、ね、ボードから離れててもできる。確かに、うん、このディメンショントリッパーですね、チャンネルがこう左右に2個あると思うんですけども、うんうん、スクロールスイッチっていうのがあって、これを押すとこっちの2チャンネル側にあの切り替わるんですね。でここに差し口が2つあるので、例えば足元にこのデジタルプロセッサーが2つある人とかはレシーバー側で切り替えられるので、まあ、同じアクションで別のを切り替えるし、なんならこっちはあのペダルタイプを設定するけどこっちはスイッチアクションを設定するみたいなこともできるので、このトランスミッターとレシーバーのラインセレクターみたいな感じ、はい、あ、そうです、これがどっちに行くかっていうのを変えれる、はい、でさらにこれね、両方押すとカチャッ同時に出力もできるので、ね、同時に動かせれる、はい、そうですね。ちょっと実用的なのいこうかな。こちらビブラートをですね、これ何を設定してるかっていうと、ビブラートのエフェクトのレートっていう部分の値が変わるように設定してるんですね。なんかこの自分のこの感覚とこのこのギターにこう深くやるっていう時にこのレートが上がってってくれるみたいなことがあるんで、この自分のプレイヤーの感覚とリンクしたエフェクトコントロールですね。そのまんまですね。はい、じゃあ最後にですね、まあ、今まで GT1000 でやってきましたけれども、うん、いや GT1000 持ってないなっていう方にもあのいろいろこういうやり方あるなっていうのをお伝えしたいなと思うんですけど、まずこちらにつながっているのが、まあ、ジャッカルが載ってますけれども、この下にライムトンベースがありまして、ライムトンベースってあのラッチの信号、普通はフットスイッチとかでやるんですけども、うん、もしくはスイッチャーとかから信号を出すんですけれども、ラッチの信号を受けれる機器だったらもうどれでもいけるので、うんうん、じゃあライムトンベースいけるじゃないかということで今日持ってきました。これ何ができるかっていうと、ここでジャッカルがオンオフできるように。ここにジャッカルがいる。そうなのかな。そうなのかな。なるほど。じゃこれやってもらっていいですか。ここにジャッカルがいる感じですね。どうなるんだろう。これオフですね。うん、ではここにジャッカル。いますね。ジャッカルが来ましたよ。これでね、自由にクランチとハイゲインを行き来できる、うん、確かに。これはちょっと
いいですね。いやだからお客さんからしたらえってなりますよね。確かに、だってこれどこに行ってもいいってことですね。どこに行ってもこれでワイヤレスとかあったらもうストレスフリーですよ。そうですね、ステージ上で。あとね、まあ、あの持ってないよっていう方は、例えばこういう GT1 とかでも、うん、ここに外部からの入力端子あるので、まあ、GT1 でも今言ったようなオンオフだとか、うん、ワウみたいなこともできちゃうので、うん、GT1 持ってる人はねこれでやってみると面白いんじゃないかなと思います、うん。今回ご紹介したディメンショントリッパーなんですけれども、うん、なんとあの発売はクラウドファンディングで皆さんからの協力を募って発売ということなんですが、うん、まず目標金額みたいなのあるじゃないですか、クラウドファンディング設定、はい、設定ですね、あれに、まず満たなければ発売できないそうなんですよ。だから、そうなんですよ、手元に来ないっていう、そうこの動画だけ世に放たれて終了した。だからこれちょっとみんなおいいじゃんと、そういう、いやこれはねぜひと思うんですよ。そうですよね、だからこのプロジェクト本当素敵、うん、こういう発想がすごいと思った方、うん、かつ欲しい方はぜひクラウドファンディングで、うん、あの購入してください。でその購入者が一定数以上いって、その突破すると、その皆さんの元に届きます、購入できます。なるほど、その時に生産がそう、あのそのお金で生産をされるということなんで、であのもちろんその数を超えて、うん、あの例えば300人とか500人とか買うって言っても、うん、皆さんの元に届きますが、うん、未達だった場合は返金だそうで、要はもう世に出ない。なるほど、はい、それは世に放ってほしいですよ。ですよね、だから楽器屋さんにちょっと並ぶかどうかとかも未定ということなんで、ね、概要欄皆さんぜひチェックして、これは、はい、ぜひぜひお願いしますという感じの動画でした。なるほどというわけで本日スペシャルゲスト高田慎介さんでした。素敵な演奏ありがとうございました。楽しかった、楽しかったですね、うん、それじゃあまた動画でありがとうございました。